こんにちは、ノックさん。そして動画をご覧の皆様。今回はですね、法人になるメリットについて、ノックさんに語っていただきました。で、ノックさんが話されていることっていうのは、まさにね、私が法人を作ったメリットと、本当丸かぶりしてるような感じで、えー、やっぱりね、何かことをこすんだったら、法人にした方がいいな、というふうに私は思うんですよ。それが合同会社であろうと、株式会社であろうと、いいわけなんですけどもね。うん、やっぱこうお、それぞれ稼ぎっていうのが出るわけじゃないですか。で、最も損するのが、 務め人なんですよね、ね実はねこれね最も損する仕組みをものすごく楽に感じさせるまあ、そういったプロパガンダと言ったら言い過ぎかもしれませんけどもそのサラリーマン社会ってのがねものすごく日本には合ってたんですよねまあ、ですので私もちょっとね手こずる面はありますけどもサラリーマン生活をすると自分で納税したりとかね自分で、えー、所得を計算したりとかっていうのをむちゃくちゃ めんどく,さくって厄介なんですよ、うん、で法人になるとね金額が少ないうちはいいんですけども増えていくととてもじゃないと処理できなくなって <laughs> 結局はあの労、ー、士、ね、さんととか会計士ささんんんを雇うことになるんですよね、うんまあ、さんが言われてるように暗号通貨の場合はさすがにルールが変わりすぎるんで法人にしておくとびっくり箱みたいになっちゃうからやっぱ今の時点では個人で扱った方がいいでしょう。 でも法人にして売り上げがゼロでも将来所得が見込めるようなノクさんみたいなねストック型のビジネスそれとかネットワーク型のビジネスをしてるんだったらまさに法人作ってずっと赤字を繰り越ししていった方がいいんじゃないかなとまあともに私もね結構繰り越してましたからね7年分ずっと赤字を繰り越して1年で全部返したみたいなね何なか面白いことがありました担当の税理士さんとかはこの会社今に潰れるぞってこんなでたらめな会計してて持つわけがないわと思って 7年目ぐらいにボカンと売り上げが入ったんでねやっぱりこう呼ばれてですね何があったんですかみたいな感じでねそうすると案外あのヨザーツバスさんとかねネットビジネスの話で盛り上がってで私の場合ヨザーツバスさんのとこじゃなかったんですけどもネオヒルズ系列で一山当てたんで、えー、話が花が咲いたかなってとこですよねでその担当の税理士さんの息子さんも、うん、なんかねネオヒルズみたいな感じで やってるみたいですけども、いまいちなんかうまくいかないけども、いっぱい勉強してるみたいで。今はやっぱり勉強することが違うね、みたいな感じでね、言われてましたね。うん、やっぱり昔はね、<laughs> あのサラリーマンになるための勉強とか、みんなで協力して一致団結したり、出世するための勉強とかね、それこそマナー講座とか、食事の食べ方とか、あのエレベーターに乗ったらどこが上座とかね、ああいうのを勉強するのがすごく大事だったんですよ。 もちろん今でもそれは直ざりにはできませんもうすでにそういった、あのー、サラリーマンとしての生き方とかねスキルっていうのは生活のスキルとイコールになってますからね、まあ、ですんで、えー、サラリーマンごときといったらあれですけどもサラリーマンをされてる方のほとんどが知ってることぐらいはあやっぱりね知っていてできていないとあのやっぱりフリーランスとかあ自分で事業ちっちゃくやってるやつなんてこんなもんみたいな感じでやっぱこうね えー、舐められてはいいけないんですよやっぱり敬意を抱かれるためにはあの人フリーでやってる割にはサラリーマン以上にサラリーマン生活も似合ってるかもしんないねみたいな要するに多くの人がサラリーマンってことはサラリーマン生活に入ったら俺たちの勝ちだって思うんじゃなくてあの人がサラリーマンあの人が上司だったら何て働きやすいんだろうって思わせておくことがまあもしかしたら役に立つのかもなというところですよね。というのがね取引先って大体。 窓口に出てくる主任とか課長とかっていうのが多いわけなんですよ部長とかねでこっちはやっぱりいつもあの法人の代表経営者なわけですよね、まあ、そうなると向こうから見るとあの取引先の会社の社長と会うっていう形でちょっとあやっぱり上司を見る感覚なんですよねでもそこであれうちの会社の平社員でもできてることがこの社長できてないよって思われたらその事業への信頼にも関わるしまあなんせなめられるんですよ なめられていいことって全くないんで、な、えー、められるの反対語は敬意を抱いていただけるってことなんで、敬意を抱いていただけるようにこちらも敬意を持って、えー、サラリーマンさんがやってることぐらいを学んでいて身につけていかないとなっていう気持ちですね。まあその上でさすがあのー、代表取締役、さすがフリーランスと思わせるような格の差を見せつけていくためにコツコツと毎日勉強していかないとなと。そのうちの一つが法人になったらあのー。 どんなメリットがあるかってことをきちんと受け止めておくこととかねちゃんと給料調整して社会保険の方をまあ最も有利な形にしておくとかね全然違いますからね私もだから社会保険とかあのすぐに100万超えるわけですよたった一人でもまあそこをやっぱり調整しながらねやっていくわけなんですけどねただ売上に対して役員報酬が低すぎるのもこれまたねあのいろんな憶測を呼んで ダメよってことになるんで露骨すぎるのはそこそこ給料取っていかないといけないんですよねということでございますおすごいですよ SNS で闇金魚返済できない女子学生に裸画像を要求 <laughs> こんなニュースが今やってますよ岩坂容疑者女子高生に猥褻な画像を自撮りさせた遅らせた疑いっていうね 高校生がお金を借りるとだからろくなことがないしかも借りた金額は1万円から1万5,000円貸し付けて貸すなよやれよこのぐらいは <laughs> と思いますけどねノックさんね1万とか2万ぐらいやれやいいじゃんみたいな <laughs> なんでそれで貸して利息を受け取るみたいなそっちの手間の方が赤字が出るじゃねえかみたいに思っちゃうんですけどもね <laughs> だけども高校生の方がねやっぱこうお金を借りちゃダメですねあのお父さんお母さんに借りてくださいそしたら返さなくても怒られないんでい <laughs> ってらっしゃい